こんにちは、コアミキです。最近ネイルの動画が続いてますが、今日もネイルレビューやっていきたいと思います。今回はこちら、100円ショップダイソーとキャンドゥで買ったホイールネイルシートを使ってみたいと思います。結構最近流行ってて、私もネイルサロンとか行くとやってもらったりするんですけど、これがキャンドゥなんですけど、キャンドゥで出てたのは前から知ってたんだけど、最近ダイソーでも、この上の段です、ダイソーでもあるんだなと思ってびっくりして、両方買いました。色のバリエーション的にはキャンドゥの方がちょっと濃い色になってますね。でダイソーで売ってたのがちょっとパステルカラー寄りになってます。で裏の説明見ると、こっちがキャンドゥ、こっちがダイソーなんですが、キャンドゥの方はマニキュアとジェル両方のやり方が書いてあって、でダイソーの方は特にジェルについては書いてなくて、マニキュアのことで書いてあるっぽいんですけど、まあどっちもやってみようかなと思います。じゃあまずこちらのキャンドゥのホイールネイル開けていきます。開けます。やばい、くっついちゃうあーやばい、この開けるときめちゃくっつくから気をつけて。はい、3枚入ってました。しかもちゃんとそれぞれの紙のね、後ろにこうホイールとホイールがくっつかないようになのか、紙が1枚挟んであります。でまずあらかじめホイールを使いやすい長さ、大きさにカットしておきます。でこう中指に挟んで、人差し指と薬指でこうやってポン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 ってやろうかなと思います。ネイルを塗ったところに、トップコートを塗る。ちょっとこれも塗ったと仮定してネイルチップなんですけど、トップコート塗っていきます。今回もディオールのトップコートを使います。でまたこれがタイミングが難しそうなことが書いてありますね。トップコートを塗り、半乾きになるまで待ちます。ホイールのツヤのない面、こっちですね、ツヤがないこちらをこうですね、こうやって持ってポンポンポンといくようです。あ、半乾きペタペタって感じです。いきます。おー、綺麗。めっちゃ簡単。あれですね、本当に乾くとつかないかも。今この辺も多分乾いちゃってて、つかなかった。はい。超簡単。あれですね、前のミラーネイル、オーロラネイルの時は、こうチップをつけてこすんなきゃいけなかったから、ちょっとよれやすかったんですけど、今回ペタってくっつけて剥がすだけなんで、そんなよれなくてやりやすいんじゃないかなと思います。ホイールの上からトップコートを塗ると多少縮む場合があります。でもこれまたマニキュア派の人でもかなり使いやすいアイテムだと思う。全然大丈夫、いけるいける。はい、こんな感じでできました。じゃあ次ジェルでやりましょう。でジェルで1個試したいことがあって、最近よく売ってるジェルってこう拭き取り不要みたいなやつが多いじゃないですか。でもこれ説明見ると、未硬化ジェルは拭き取らないでくださいって書いてあるんですね。ってことはちょっとやっぱりぬめりというかペタペタ感がないとつきづらいのかなと思って、2種類試したいと思います。1個目はジェルミー1、これ拭き取り不要のやつなんで、もう硬化させたらペタペタとかほとんどしないので、まあこれでもいけるのかな、どうなのかなっていうのと、あとは拭き取りが必要なタイプのトップコート、クリアジェルをね1個買いました。ビルダージェルって言って、これはね普通のトップコートっていうよりも、こう例えばストーンを爪に置いた、その時トップコート塗ったらまだデコボコしてるじゃないですか。それをこのビルダージェルで厚みをつけてコーティングしてあげることで、爪をデコボコじゃなくてこうプクッとしたジェルネイルにするよっていうやつです。でこれは拭き取りが必要ってやつで、ちょっとお店でネイリストさんに聞いて買いました。というわけでこの2種類試したいと思います。まずはジェルミー1、一旦硬化させます。はい、硬化しました。で触るともう全然ぬめりとかないんですよね。振ってみます。あ、やっぱダメだね、つかない、全然つかないです。こういう拭き取り不要のタイプだと向いてない、または硬化時間をちょっと短めにしたらいけるのかな、どうでしょう。ちょっともう一回試しましょうか。じゃあちょっと短めに、何秒やろう、1、2、3、今10秒やりました。どうかな、あ、いけますね。でこれでまた硬化させてあげれば大丈夫だと思う。うん、拭
拭き取り不要タイプのジェルだったら硬化時間を短くして使えば使えるっていうのが分かりました。じゃあちょっとあれじゃん、拭き取り不要のでも使えるじゃんっていうの分かったけど、ちょっとねこのジェルも試したいと思います。初めて使う。あ、結構硬い、ねっとりしてます。水飴みたい。水飴、めっちゃ硬い水飴。おー、これはまた初めて使うアイテムですが難しいです。でもこれ使い慣れたらダイブストーンとかでも自分で埋められるようになるからいいだろうな。ちょっと表面ザラザラで塗るのめっちゃ下手なんですけど、ちょっとこれで硬化します。ずっと塗ってもダメだった。はい、硬化しました。で、表面触るとペタペタしてますね。じゃあ行きます。うん、やっぱりペタペタなんですごくやりやすいです。はい、ジェルの方も綺麗につきました。で、ちょっとこちらもトップコート塗った後このホイールが縮まないかなっていうのが少し心配なので、トップ塗って硬化させたいと思います。はい、このような仕上がりになりました。どっちも特にホイールが縮んだなって感じはしないです。で、このビルダージェルの方ちょっとね塗ってる時すごい筋が入っちゃって大変だったけど、普通に最後ジェルミー1のトップコート塗ったら綺麗に表面なりました。じゃあ次はダイソーのホイールシートをやっていきたいと思います。ダイソーの方も書いてあったね、3シートどっちも3枚入りです。書いてありました、気づかなかった。あ、こっちはちょっとあれです、パッケージがこのペタペタにさっきキャンドゥのやつくっついて大変だったんだけど、中にまたビニールの透明の袋があるのでちょっと開けやすい、使いやすいです。でも使い方はね一緒ですね。先に切っておきます。じゃあまずマニキュアいきます。じゃあ半乾きになったのでいきます。ペタッペタッペタッ。あ、ちょっとタイミング早かったあのタイミングが早すぎると逆にマニキュアがこっちのホイールの方にベタベタにくっついてしまいますということが分かりました早まった。もうちょっと待ちます。もう一回いきます。あ、来た来た。このキャンドゥのとダイソーの少しこの柄が違うけど、実際こう大きくベタって貼るわけではないので、そんなに模様の違いっていうのは貼ってもわからないかなと思います。うん、わかんないね。こっちがキャンドゥでこっちがダイソーです。こちらもトップコート塗って完成です。そしてジェルの方、まあさっき2種類試したけど、まあこのジェルミー1の方で硬化時間短くして試せばいいかな。いきます。ついたついた。こんぐらいちょっとチラチラの方が可愛いよな、ベターってつくよりも。こちらもトップコート塗って硬化したら完成です。はい、それぞれ使ってみました。まあ見た目的にはそんなに変わらないと思います。ダイソーの方も別にトップコート塗ったからってホイールが縮れることもなく綺麗についてるかなと思います。ただ乾かし具合の問題なのか、こうホイールがたくさんつく量を見てもわかると思うけど、こっちのキャンドゥの方がなんかより多くついたかなって気はするけど、多分木だけで乾かし具合とかぬめりの残り具合とかなのかなと思います。で、あと1個試したいことがあって、このホイールをクシャクシャってしてからつけるとまた違ったつき方になるっていうのも聞いたので、ちょっとそれもやってみようかなと思います。使うのはキャンドゥのね、こちらのピンクのシートでやってみたいと思います。じゃあちょっとクシャクシャしますね。クシャ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 。あ、なんかクシャクシャした時点で少しここがクシャクシャ剥がれてるというか、すでに模様が変わってます。で、今回マニキュア結構つきが良かったんでマニキュアで試します。ちょっともうカットしたりしないでそのままシートのままやっちゃいますね。あ、確かに細かいつき方してる。ほうほうほう、違いますね。クシャクシャしないでつけた時はこんな風についたんですけど、今クシャクシャしてつけたらすごいつぶ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 みたいなちょっと砂っぽいですね。
なんか細かくやりすぎたかな、こんな違いが出ました。下手なのか、これは私が下手なだけか、こっちの方が可愛くなるかなって思ったけど、なんかこっちの方が可愛いかな。まあその時その時の付き具合を運試しみたいな感じで試すアイテムかなと、まあいろんなやり方で楽しんで使えると思います。はい、そして全部試しました。まずこちらキャンドゥのホイールネイルです。全部この爪のサンプル作ってみたんだけど、こちらのねジェルの方を使って試してみました。この2枚はパッと見このシルバーだから、まあ似てるっちゃ似てるんだけど、大きくついた時にこっちの方だといろんなホロのなんだろうレインボーの感じ、ここの辺見えるかな、そういうのが出てくるんで少し質感が大きく貼れると違って見えるかなと思います。そしてこちらがダイソーのものになります。少しやっぱりね色が落ち着いてて、まあ大人っぽい感じの仕上がりかなと思います。すごいパステルパステルって感じじゃなくて、エレガントな雰囲気だなと思いました。で、私のすごいおすすめなのがこれです。ちょっと色がね分かりづらいかなと思ってピンクベースの上につけたんですけど、これねオーロラなんですよね。ちなみにこのピンクのベースはネイリティステップレスジェルのアイシングピンクっていう色を使いました。もうめっちゃ私好みのオーロラ感が出ててすごく可愛いです。で、オーロラネイルといえば前回のこちらフェアリーダストパウダーもねオーロラネイルができたんですけど、もしこっちでこう擦ったりするのがちょっと心配だなって人はこっちのシートでやった方がすごい簡単にできるかなと思います。今回試したもの全部並べるとこのような感じになります。キャンドゥのは多分これで全色だと私は思って買ったんですけど、どうかなと。ダイソーのはなんかもっと色がありそうな気がするなとか思いながらその場にあったものを全部買いました。もし他の色もあるよとかあったらぜひコメントで教えてください。あと他にもこういうネイルアイテム試してほしいとかあったらぜひそちらもコメントで教えてください。今日の動画が参考になったらグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そして YouTube にある字幕作成機能もぜひご協力をお願いします。それでは本日もご視聴ありがとうございました。バイバーイ。